どうもちまです。今回ねツイステのチームどれだけコインとスコア稼げるかっていうのを見ていきたいと思います。お本気でやるわ。でさ、グリムとアズールはスキルレベル2なんだけど、リドルだけスキルレベル1なんだよね。もうこれはね勘弁してほしいね。もう出ないから。だからちょっとハンデはあるけど、まあ、勘弁してくださいということで、とりあえずやっていきます。そんな変わんないでしょ1レベル。てかさ、さっきさあのツイッター見てたんだよね。そしたらさ、トレンドにバックトゥーザハリーポッターっていう言葉が入ってて、え、何言って思ったらさ、ハリーポッターの映画が20周年らしいね。20年だよ。5歳の人が25歳だよ。7歳の人が27歳だよ。すごくない？そう考えると。でもさ、それだけやっぱ役者とかも年取ってんだなって思うよね。でもさ、ハリーポッターってさ、結構原作勢と映画勢でさ変わんない？その感じ方っていうか、映画勢の人はもうスネープ先生がすごいいい人みたいに見えてるけど、原作勢はまた違うんだよね。それがそこが面白いよね。20年ってさ、だって東京タワーだけだったのにスカイツリーができてるからね、20年の間に。すごいよね。スカイツリーってよくよく考えるとすごいイケメンだよね。だってさ、海外もそうか、海外とか都外から来た人たちからすごい見られてるんだよ。ナンバーワンホステスみたいなもんでしょ。ラーメンつけ麺、僕イケメンみたいなもんでしょ。すごいさ、イケメンだよね。身長高いし、チェホンマンみたいな、建物界のチェホンマンみたいな感じ。すごいよね。でもさ、そう考えると東京タワーってかわいそうだよね。なんか昔はスマップだったんだけど今はキスマイフット2みたいな、昔はキムタクだったんだけど今は玉森みたいな、なんかそんな感じだよね雰囲気的に。でもスカイツリーはちょっと悲しんでるよね。あ、僕の時代は終わりかって。かそう考えるとさ、ちょっと悲しい哀愁が出てくるよね。あ、可愛いなって思っちゃうね、そういうところ。終わった。結構いいんじゃない。でも悪くないよ、動き的には。111コンボ1264の1700、違う、1000じゃない、170、あ、180か。あー、なるほど、こんぐらいか。じゃあ次行こう。てかさ、昔ツイッターだっけな、でこういう話聞いたんだよね。なんかね、ある日大富豪の人に女の人がコメントしたらしくて、 SNS で。どういうコメントだったかっていうと、私は周りから美人と呼ばれます、それに若さだってあります、なのになぜこんな私が大金持ちの人と結婚できないのですかみたいな、そういうねコメントが来たらしくて、待って、これが正確だったかは忘れたけど、こんな雰囲気のやつ来たらしくて、でね、その受け取ったコメントを受け取った大金持ちの人の返しがね面白かったんだよね。どういう返しだったかっていうと、あなたの美貌や若さはいずれ釣れます、いずれ劣化します、その時あなたは相手に何を提示できますか、あなたは何を相手に差し出すことができますか、鑑賞用だけだったら体の関係だけで十分ですみたいな、そういうコメントが来てさ、多分さ、その人が何が言いたいかっていうと、外見だけにとらわれずにやっぱ結婚っていうのはそれだけじゃないんだよみたいな、そういうこと言いたいんだと思うんだよね。確かにって思ったよね。なんだ、嫌味とかじゃなくてさ、実際そうじゃないって思ったね。なんかさ、やっぱあれだよね、付き合うとかもそうだよね、結局見た目だけじゃなくてさ、なんかいろんな要素とか含むじゃん、やっぱり。なんかやっぱ愛ってそういうことなんだなーって、ちょっとはーって納得しちゃったね。でもさ、どうなんだろうね、俺さ、何、若さとかさ、いずれ亡くなるとか言ってるけどさ、俺おじいちゃんになりたくないんだけど、あんまり。だってさ、おじいちゃんになってさ、店員さんにさ、おいお前カチューシャは渡せやみたいな、そういう態度を取るかもしれないじゃん。たまにいるじゃん、そういうおじいちゃん。まあそういう人ばっかじゃないけどね。でもさ、そうなっちゃうのかなってちょっと怖いよね。おいお前、そこのミッケのカチューシャ渡せやみたいな、ちょっと怖いよねそれ。
ああいうちょっとああいう人にはね悪いけどなりたくないね俺。でもさ年取るとさそういうのとか制御できなくなるのかなとか思うとさあーやっぱなるようにしかならないのかなとか、そういう人もさ若い頃はなんか俺みたいな考えだったのかなとかさ思うとさちょっとさ人間って不思議だよねって思っちゃうね。あー怖い怖い。てかさなんかツイッターってさもうなんか終わるとか終わらないとかさ言われてるじゃん、いろいろ考察上がってるじゃん。俺さ俺的な考えよ、俺的な考えとしてはツイステ、あのね一旦ストーリーはもう終わり決まってるっぽいし、一旦ストーリーは終わりにしてね、あの今さ MCU っていうマーベルの実写化してる制作会社っていうか団体があるんだけど、その会社があのあれやってんだよね、アニメーションでもしもっていうアニメーションのドラマ作ってるんだよね。どういうのかっていうと、もしもこのキャラクターが本来の世界だったらこういう選択をしたんだけど、でももしも違う選択をしたらこうなってたでしょうねみたいな、そういうドラマなんだけど、なんかそんな感じのツイストでやってほしいね、もしもっていうのを。だもしもこの人がオーバーブロットしたらとかさ、もしもクソ凡人がオーバーブロットしたらとかさ、うわお前何やってんの魔力ないのにダッサってなるけど、でもそういうの見てみたくない？てかさすごいさ夢ないパラレルワールドって。例えばさ橋本環奈が黒柳徹子さんの髪型をしてる世界線とか見てみたくない？黒柳徹子さんが千鳥大悟さんの髪型をしてる世界線とか、黒柳徹子の部屋みたいな、徹子の部屋みたいな、そういうセクシー番組ができてたり、徹子の部屋ね、ケツってさやっぱ正義だよね。でも徹子の部屋ありそうだもん。ケツは正義、ケツは正義、ケツは正義。あでもねアズルはねやっぱねスコア稼ぎ向けだね。うん、なんかね一番稼げるのはやっぱグリムじゃないかなって思う、コイン。でもスコアは多分アズールが一番いくんじゃないかなって思ってんの今のところ。終わります。